棚倉断層は、茨城県日立大田市と福島県棚倉町の間を北北西から南南東方向へ通る約6 0キロメートルの横ずれ断層を指す。阿武熊山地南部の西園にあたり、その北東の岩岸南部を通る糸沢断層と並走している。実質的に、阿武熊山地のさらに南側にある闇溝山地と性質を明瞭に分ける境界に一致している。 2000万年前から1500万年前頃に日本海の拡大と関連して形成された断層であり、日本列島の形成過程に大きく関連している。また、茨城県北ジオパーク構想でのジオサイトの一つである。棚倉断層は棚倉西援断層と棚倉東園断層から構成されており、その中間に破砕帯があり、幅は約3キロメートルである。 これらを含めたときに、棚倉構造線、棚倉破砕帯とも言われる。棚倉構造線は、日本の地質において、重要な構造線の一つであり、大森保家によって定義された。この破砕帯に沿って、国道349号線や JR 東日本の水軍線が通っている。棚倉構造線は、東北日本と西南日本の境界線と考えられてきた。しかし、 高橋のように、東北日本と西南日本の境界線は、利根川構造線であるという見解もある。阿武熊山地南部、九慈山地の鍋、足山山頂から見た、棚倉構造線。南帯山地と東近所山地の間を流れる山田川に沿って、伸びている。ありがとうございます。